この部屋に出るなんていい度胸してるわ。こっちもイケてるじゃん。本日のテーマ、内弁慶な肉食系女子だぞとか言って雨降らなくてよかった。グッジョブ。ああ、なんで来ないの。2丁目のカーブミラーの下で会ってるよね。不安になってきた。あれ、みーちゃん何してんの。あ、りんちゃん。あ、今彼氏と待ち合わせ中。行こっかバイバイ。あの子また新しい彼氏見つけたんだ。モテコーデ意識しちゃって。日が暮れてきちゃった。夕焼けに黒ってやっぱり合うよね。よ。ごめん。俺実は凛ちゃんのことが好きになっちゃって。くん、嘘でしょ。みーちゃん、そういうことだから。この泥棒猫。この泥棒猫とか言わすな。安いドラマかっつーの。私は一人でいい。あなたさえいれば。あなたに包まれて眠れたら他に何もいらない。すごく幅広い世代の方に愛されているブランドで、私店舗の雰囲気がすごく好きで、見つけたらさっと入ってしまうくらい、なんかブランドのコンセプトとかこの大事にしてるものがすごく素敵だなって以前から思っていて、私もニコ&のアイテムを持っているので、今回お話をいただいてすごく嬉しかったです。このお洋服もそうなんですけど、結構柄物とか柄物の上にシャツを羽織ったりとか柄生かしのコーディネートが多かったんですけど、一番面白かったのは、本来こう普通にシャツとして着るものをスカートに見立ててこう巻いて着たコーディネートがあって、あ、その発想はなかったなって思って、すごくファッションの可能性が自分の中でも広がりました。ないですね、シャツを巻いて履いたことはないので。でもすごいやってみたいなって思いました。初めて宇大さんの作品には出させていただくんですけど、宇大さん自身
のイメージもすごく面白い方だなっていうイメージがあったし、手掛けてらっしゃる作品も風変わりな面白いものが多いのですごく楽しみに読みました。やっぱり今回も一回読んだだけではわあこれはどういう意味なんだろうとかすごく考えを巡らせたくなるような展開だったり発言がいっぱいあったので一言一言を発するのがすごく楽しみになるような脚本で読んでてワクワクしました。2つの世界でこの作品構成されていて一人芝居に見えて違う人に見られてるみたいな構図が今後明かされていくので、私も演じながら一人だけど一人じゃない世界みたいな感じがすごく面白くて、見てる方も最初はんって引っかかるところがたくさんあると思うんですけど、どんどん話が更新されるごとにあそういうことだったんだっていっぱい発見してもらえるような面白い仕掛けになってます。まずこのセットがすごく素敵で、なんか映像で見るとグリーンバックで CG なんじゃないかっていうぐらい本当に背景がずっと美しくて、小物も全部可愛かったし、今回演劇がテーマだと思うんですけど、暗転したりとかこう場面転換があったりして見ていて飽きない映像になっているので、そこを注目してほしいのと、ネズミを追いかけるシーンが今日の撮影の一番最初ぐらいにあって、結構体を動かして撮る設定だったのに撮れなかったりとか、結構ジタバタして一生懸命ネズミを捕まえたので、そこをぜひ注目してみてほしいです。ネズミ部さんがいて引っ張ってくれて、すごくお上手にネズミが動いてました。まあ、自然が大好きなので自然にドライブして、あと地元が鹿児島なので温泉も大好きで、銭湯に入って牛乳飲む場所で待ち合わせるみたいなことがしてみたいですね。そうですね、出かけたいです。なんかバラバラの行動が好きで、なんか同じ空間にいるのに別のことしてるのがなんか面白くて好きなので楽しそうですすごい、へそ曲がりな役というか純粋な悪とか人間のダークな部分を表現してみたいです。そうですね、なのでなんかこう裏切るようなお芝居をしてみたいなと思います。何でも食べるもの作るのが好きで、お菓子とかもよく作るんですけど、この前米粉でドーナツを作ろうとしたらすごい硬い平べったいのができてしまって、それは結構落ち込みました。ちゃんと材料もいいものを用意して期待を込めて作ったらすごくまずくてはい、悲しかったです。別の形にリメイクして食べましたでも最近味噌汁とか卵焼きとかなんか和食の基本を研究してて、それはこう日を追うごとに進化していってると思います。やっぱ自炊ですね、料理することが好きで現場にもよく持ってったりとか、なんか料理してる時ってすごい何にも考えなくて済むというか打ち込めるので、その時間が好きだし、美味しくできても失敗してもどっちにしろ楽しいのでハマってます。現場にはあったかいものが飲みたいので、ジャーにスープとか鍋料理系を入れて、それとおにぎりを作って持ってきます。なんかあんまり活発的なイメージを持たれないんですけど、休みの日は絶対に外に出たいし、太陽大好きだし、うわって動きたい人間なので、草食系と見せかけて内なる肉食系を持ってる感じというかだと思います。自分で行ったり友達と遠出したりとか、なるべく動きたい派です。ずっとダイビングライセンスを取りたいって毎年言ってるんですけど、なかなか取れなくて、お休みができたりしたら集中コースでどっかに行ってライセンス取りたいなと思ってます。もともと海の生き物とか魚が好きで、水族館とかもよく行ってたので、水の中に自分が潜ってみたいなっていう気持ちが強くなって、はい、撮りたいです。
この度ニコ&の秋冬キャンペーンを務めました上白石萌歌です。私も普段からお洋服がすごく好きで、特に秋冬のシーズンは日本の四季の中でもますますファッションが楽しくなる時期だと思うので、今回のこの動画を見て、可愛いお洋服を見て、おしゃれが楽しみだなって思ってもらえると嬉しいです。ぜひ最後まで見てください。